こんにちは、旬代理メンバー就活生の高橋鈴香です。と、日本大学経済学部宮下由香です。はい、ということで今日はね、2人でまだ就活を続けてる2、3卒の皆さんに向けて5月の動き方の動画を撮っていきたいなと思います。ということで今日、動き方を教えていただくのはエルトさんです。エルトさん、よろしくお願いいたします。お願いします。YouTube で就活とか転職とかの動画を上げてる27歳のおじさんです。お願いします。よろしくお願いします。で、ちょっとまずはじめにゆかちゃんの今の就活の状況を聞いてもよろしいでしょうか。はい、私の就活の状況といたしましては、もともと30社ほどエントリーしてたんですけども、ES の段階だったり面接で落ちてしまって、また追加でエントリーしてるっていう感じです。面接で落ちちゃう。ES も全然落ちてしまうし、面接でも落ちてしまうしっていう感じで、やっぱりなかなか内定っていうのは難しいなって感じております。じゃあいろいろちょっと今日は悩みをぶつけていきましょう。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ初めに23卒就活生の人たちの5月はどういう動きがあるのかっていうのを教えていただきたいです。まあ、言葉正しいか分かんないけど、ちょっとね、格差が生まれる月なのかなっていう気がしてて、はい、どういう意味かっていうと、就活うまくいってるいってないとかそういう話じゃなくて、なかなかにしちゃう人がめっちゃ増える時期かなと思っていて、なんかその去年をイメージしてもらうと分かりやすいんですけど、去年夏のインターンを頑張ってやってた子たちって、なんか秋とか冬になってくると、夏インターンを私ちょっと一旦休もうかなみたいな人とかって結構いたと思ってるんですけど、まさに今その3月就活が解禁して、いっぱいイエスとか出して、で、まあイエスがうまくいかなかったりすると、またイエス出しなきゃいけないってなると、ちょっとそれはだるいよねみたいな人たちが結構増えてくる時期なんじゃないかなと思うんで、中だるみしちゃう人が増える、で、うまくいってる人はそのまま面接が増えて、持っていくみたいな、結構こう差が生まれてきやすい時期なのかなっていうのは正直あるかなと思います。ゆかちゃんどっちですか？私は、でもなんかその自分が今まで自信を持って出してた ES で結構落ちてしまうと、また一から考えなきゃいけないのかなだったり、中だるみしてしまっていますね。この時期に泣いてくれないとやばいかっていうと、別にやばくはない。やばくないと思いますよ。なんかその就活って内定もらうまで2ヶ月とか3ヶ月ぐらい、大体4回ぐらいの面接あるし、説明会もあってシートもあってテストもあるって考えると、そのぐらいかかるんですよね。なんでそれこそ、じゃあ3月から新たにエントリーしましたみたいな、就活始めましたって人からすると、今ないのってまあ結構当たり前なのかなっていう気はしますね。今その5月は格差が生まれる時期みたいな話があったと思うんですけど、5月から10月にかけてどういう風な流れで就活が動いていくのかっていうのを大まかに教えていただきたいです。そうですね、5月は今話した通りで、またこう改めてエントリーをたくさんする人が増えてくる時期かなって思っています。で、まあ、それこそ大手企業とか、中堅中小企業って言われる、企業群も4月の説明会で応募数が集まらなかったりしたら、5月再び説明会を追加で開催するみたいなことがあったりするので、エントリーの時期としては結構滑り込みになってくるかなっていう時期かなと思っていますと。今6月とかになってくると、そこの面接がいっぱい出てきたりとか、あとちょっと固めの企業さんとかだと、昔までその6月から就活解禁ですみたいなのがあったように、面接解禁ってやつですよね、そこら辺から本選考がドコドバドバって始まるところが増えてきたりもするので、そこから一気に内定が出るみたいなのが6月の大きな、2回目のピークって僕言ったりするんですけど、そうですね、内定のピークが6月なのかなっていう気がします。そこら辺でどれぐらい出るんですか？そうですね、半分以上は内定が出て、7割ぐらいは内定持ってるみたいな状況になってくるんじゃないかなとは思いますね。めっちゃ焦りますね、6月。そうですね、だから僕も当時就活まだ全然6月やってたんで、みんな内定持ってるやんと思って。そうです、僕就活終えたの7月の半ばぐらいだったんで、全然だから焦んなくてもいいよっていうモデルケースがちょうどここにいるかなと思いますね。ありがとうございます。それまで7月はまだ本選考とか残ってるんですか？全然残ってますよ。それこそ僕前職人材業界で働いてたんですけど、なんか企業さんによっては選考スケジュールがこうやって早くなってるから、いろんな企業さんが採用を終えた後に、僕らは企業として採用活動しようかなみたいなふうに思ってる企業さんとかも結構あったりするんですよね、意外とあると思うんですけど、そういう企業とかが全然今から説明会やりますよとか、応募してくださいねみたいな話が始まってくるので、受けられるところは全然あるかなと思います。ただ6月7月になってくると、結構大きいところとか人気な企業っていうのはもう募集締め切ったりとかしちゃうんですか？そうですね、減ってくるっていうのは間違いないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。8月
から10月までそんな感じなんですか？でも7月と動きはほとんど変わらなくて、うん、そういった企業さんが変わらず採用活動を続けたりだったりとか、うん、あとはそれこそ6月7月になってくると、うん、内定を辞退するっていう学生が増えてくるんで、はいはいはい、その補充として、うん、追加で説明会を開催するみたいな企業さんも増えてくるんで、実際7月とか8月とかでも大手企業を募集してるってことはあったりするんで、うん、マイページとかは欠かさず見ておいた方がいいのかなっていうのは思うところですね。はい、質問なんですけども、私はまだ実際就活をしていて、うん、5月で特にやるべきことを教えていただきたいです。泣いてほしいですか？欲しいです。泣いてるためにそう、泣いてるために。あ、でもまあ一番大事なのはちょっとなんか根性論みたいになっちゃうんですけど、まずサボんないってことですよね。あ、まあ、ちょっとまあその ES とか面接ってこう正解がないから、はい、何でうまくいかんねんみたいな感じで直す、改善していくだったりとか、前向きに取り組むってことができなくなっちゃうと思うんですけど、うん、そこサボらずにこうやり続けるっていうことがまあ一番大事かなって思いますっていうのが一つと、あとはそのエントリーの滑り込みの時期になるっていうふうに5月でさっきお話ししたと思うんですけど、なんでなおさら要は ES とか一次面接ってのは落としたくない時期だと思うんですよね。その2つってやっぱり非常に大事なものだと思う、うん、そこの対策を重点的にやるっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。でそのやっぱり今 ES とか一次面接でバンバン落とされちゃって生活マジで上がらないなとか、もうどうしたらいいのかなってなっちゃって、どうすればいいんですかね？周りを頼るってのは僕一番大事かなと思っていて、まあその精神的なこう安定剤になるっていうのも一つだと思うんですよ。一緒に支え合う仲間がいるっていうのが一番大事だと思うっていうのが一つと、また一次面接ってこう、まあ、それこそこのチャンネルでも言われてたりすることあると思うんですけど、減点式の面接のパターンが多いんですよね。要はまあ分かりやすいところで言うと、身だしなみがダメだなとか、なんか喋り方が変だなみたいなのでこうマイナスしていってもう落とされちゃうっていうパターンが多いですよね。あとは正しくキャッチボールができてないなみたいなところとか。でもそれって結構要は当たり前の話じゃないですか。自分は当たり前だと思ってそれをやってるんですけど、一般的に見たらそれっておかしくねって思われちゃってるから落とされてるっていうことだと思うんですよね。でもそれって自分にとっては常識だから気づけない、自分じゃ、うん、なんでおかしいと思われるんだろうっていうことなんで、ただ周りを頼って模擬面接とか一周してみた結果、そこっておかしくないって言ってもらえるかどうかっていうのが、でも改善をしていく上では一番大事なポイントなんじゃないかなと思いますね。なるほど。じゃあ身近な人を頼って、まあ、精神的な面でも成功に受かるためにも心の支えになってもらうってことが大事ですね、5月はね。はい、企業からしか内定もらえなかった、うん、まあ、そういう人とか、例えば一個も内定が出ずに、そのもう入社式の10月の時期になっちゃった、うん、もう年末になっちゃったとかいう場合、どうしたらいいんですかね？まず全く行きたくない企業からしか内定もらえなかった場合っていうのは、個人的には行ってもいいんじゃないかなと思ったりはするんですよね。やっぱりそのアルバイトとか、うん、まあ、そのフリーターっていう、僕は生きていく上の選択肢としては全然問題ないなと思いつつも、うん、社会人にならないと得られない経験とかもあったりすると思うし、うん、一回働いてみるっていうのは一つありかなと思います、うん、ただその全く行きたくない企業だと、まあ、やる気も出ないし、うん、就業環境が悪いみたいな、うん、休み少ないとか、残業めっちゃ多いみたいなところだと、やっぱり体とか心を壊しちゃう人もいるかなと思うので、うん、まあ、それこそ12月とか1月、2月、3月になっても受けられる企業があると思うので、そこに、まあ、体をチャレンジし続けるっていうのを意識するのが大事なんじゃないかなと思いますね、うん、全く行きたくない企業で病むとかっていうよりかは、私は多分逃げる手段もあるなと思ってて、うん、1年休学して、うん、もう1回就活をやったりとか、うん、留年とか、あとはなんか妊娠しちゃったりとか、うん、あとは編入して学歴ロンダリングっていう、その学歴上のところに行ったりして、もっと就活楽にするみたいな逃げ道もあるかなって思うんですけど、そういう道を使うことは井口さんどう思われますか？あ、全然いいと思いますよ、うん、なんか逃げるっていう言い方でもないかなと思ってて、うん、まあ、それこそ辛かったら別にね、その手段を変えるとか言い方変えるっていうのも別にいいことだと思うし、1回の就活がこう人生全部決めるわけじゃないので、うん、そこは全然問題ないと思いますと。ただ、なんか1個思っといてほしいのは、うん、実際は確かより良い学校に行ける人って2割ぐらいしかいないんですよ。なんかそこを甘えにしないで、うん、もう一回ちゃんと頑張ろうっていう意思持てるかどうかって、自分だけ残ってて、仲だるみしちゃってたかなっ